さあ前段は2列並走、ひとまずは鰐淵正敏が前にいる伏見利明を抑え込んでいきます。打掌の周回1コーナーから2コーナーカーブ、その伏見の動きを封じながら長井清文もタイミングを図っている格好。2コーナーからジャン前のバックへ入りました。さあここで長井清文がスパート、長井のジャン先行になりました。1丸安高ひとまずはバンテムフ、そして2番の山口、そして鰐淵正敏が4番手に収まった。さあ中塚規制は切り替えました。8番の桑原に6番中塚が6番手、そして伏見利明は後方7番手。さあ伏見はまくりに回って後方7番手、最終本ピッチが上がって縦1本です。さあ長井清文が飛ばして絶好の番手は1丸安高、さあ1丸に絶好の流れ、3番手2番の山口、そして4番手鰐淵がちょっと車間が空いている、あとは8番の桑原、一方伏見はまだ後方7番手、伏見7番手からまくっていきます。最終バック、しかし軽快に長井清文スピードいい、これはどうでしょうか。1丸安高絶好の流れ、ようやく伏見4番手まで上がっていった。4コーナーから直線、さあ中部勢の争いか、先頭長井から番手1丸気合の受け身、外から2番車山口浩二が突っ込んだ、最後は山口浩二のハンドル投げ、あるいは一丸安高執念の追い込みでしたが、ゴール前は一着争い。